今日は訪問リハビリマッサージもみの木の根岸さんに、お家に来てもらってこれから、マッサージをしていただきます。はい、はい、こんにちは。皆さんこんにちは。訪問リハビリマッサージもみの木の根岸と申します。今日は黒沢さんの体をくまなく隅から隅までいじり倒してやろうと思います。でも頭痛そうひどい、そうなんか肩甲骨剥がしみたいなのを、うん、受けたの。そうじゃん、 YouTube で見てて自分でやるやつみたいな、うん、あ、おー、はいはい、それやったりとかして、うん、もともと大きな怪我とか手術、事故ありますか？手術は扁桃腺取ったのと、はい、あと帝王切開、はい、だけかな。うん、整形的なものはなし。あ、左腰椎分離症って。お、分離、うん、ほい。じゃあ上からは少し避けて、はい、いきますかね。症状は出ます？分離のビリビリ感とか、時々だから座骨神経痛みたいな、うん、あ、左に出る、右に出る、両方出ない。いっぺんには出ないでしょ。いっぺんには出ない。うん、そうなんだ、うん、小さな分離なんですけどね。うん、じゃあ体少し動かして筋力使ってる分にはそこまでひどく出たりはない？ない、ないです。すごい差が強いな。右半身と左半身の張り感っていうのかな、うんうん、がすごく違う感じですね。あ、そうなんですか。初め下半身から起こそうと思ったんだけど、うん、上からいくね。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい張ってる感じは、肩上部はなさそう、はい、でも肩甲骨担当なので、はい、少し肩甲骨周りからいきましょう。強い弱いどんどん言ってください。もともとすごい扁平というか丸型なので、はい、黒沢さんの場合は、え、体が丸い、ん、体が丸いって、丸いって扁平っていうことね。さすがに体が丸いかなとは言わないよね。思っててもね。そうだから扁平なので肩甲骨周り、健康体だよね。だからいわゆる肩甲骨、三角筋、大胸筋、そういうところには負担がかかりやすい姿勢なのかもしれないね。健康体？健康体。健康体ですか？健康体っていうのは健やかな健康じゃなくて肩甲骨の健、健康。だから体幹、上肢っていうでしょ、うん、でも体幹と上肢のさ、つなぎ目ってさ、じゃあなんて呼ぶ、ここはなんて呼ぶの、ここ体幹じゃないよね。そうね。でも上肢でもないよね、うん、ここっていうのは肩甲体って言って肩甲骨周りの帯のちょうど上肢と体幹のつなぎ目を肩甲体って言うんですよ。知らなかった。だから肩甲体全般動きが悪い人は肩の張り感もあるし、っていうので上肢のしびれとかね、そういう人は、首悪い人が多いけど、おじいちゃんおばあちゃんとかはあんまり強くももちろん押さないし、あ、こうやって筋肉を感じながらほぐしていくっていうのもなかなかね、今は少ないかな。あ、そうですよね。どっちかっていうと私みたいな、うん、こう特に、まあ、普段を、うん、日常生活にしようがない体、うん、の人と違って、高齢者とか、こう、うん、なんだろうな、まあまあ麻痺があったりだったり、うん、あと可動域に制限があったりとか、する人とやっぱり施術方法は違いますね。そうですよね。うん、やっぱり、まあ、同じ体なんで、少し紐付けては考えるのは考えるけど、筋肉量だったり活性量が違うから、同じようにアプローチしてしまうと、いわゆるみんなが言う揉み返しみたいな症状が出たり、あとはひどい人になるとね、関節炎みたいに熱が出ちゃったりとか、可動域制限のための治療が余計可動域が悪くなっちゃったりもしかねないので、普通慈悲のマッサージって1時間っていうといっぱいベラベラ喋ったりしてやらないじゃない、うんうんうん、でもやっぱり訪問のおじいちゃんおばあちゃんとかそういうのはやっぱかなりお話ししながら声のトーンだったりそういうのも感じながらやるかな。うん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 、あ、そっかそっか。そうじゃないと
どのぐらい押してるかがよく体の反応が出ない人なんかは声のトーンでちょっと気持ちよくなさそうな声のトーンだなとかね、あ、うん、あとはちょっと痛いの我慢してそうな表情だなとか、そういうのをやっぱ感じながら会話の中でやっていくケースが多いかな。なんか前に、うん、あの根岸さんにお願いし、まあ、うちの訪問看護の利用者さんと根岸さんの利用者さんと同じ方がいた時に、はい、こうその方ってなんだろう、喋ったりとかもできないし、うなずいたりとかもしない方がいたじゃないですか、うん、はい、そういう場合のこう本当に些細な表情の変化とか、うん、あとなんだろう、動かした時の拒否の反応みたいなのとかを見逃さないっていうことですよね。そういうことですね、うんうん、あとは脳に伝わるまでの伝達能力も速度も違うし、うん、まあ、すごく細かい話になっちゃうけどね、あ、あとだから、あと反射的な、はいはいはい、ビクってなったり、あとは無意識に力が入ってたり、あ、うん、そういうのも感じ取るかな。へ、触ってるとすごくその辺はよくわかる。あ、うん、例えばここなんかはすごく痛い部分なんだけど、こういうところを例えばグッて押された時にウッてなると力が入るじゃないですか。だからそういうのも、あ、ちょっと強いな、じゃあ押し方変えて刺激量を変えないようにしていこうとかね、うん、そういうのも考える。すごい考えてやるんですねまあね、口では言わないけどね、うん、うん、じゃあなんか、なんだろう、看護師とかも、まあ、マッサージってね、言っちゃいけないかな、あれだけど、まあ、利用者さんとかに、ちょっと足もんでって言われたら、少しね、こう、まあ、トリートメント的な感じで、ほぐすようにね。まあ、そもそもほぐし的なことはするけれども、うん、やっぱりそれを専門に学んでないから、うん、全然わかんないですもんね。あ、そうね。でも看護師の国家資格もそうだけど、アママッサージ指圧師の国家資格も実技ってないんですよ。看護師もないじゃない？ない。ね、卒業試験の中で実技はあるけど、実際国試で実技ってないじゃないですか。はいはいはい、そうだからマッサージ師も国家資格取ったから全員が綺麗に揉めて気持ちよくできる、そういうわけじゃないんだよね。うん、彼やっぱり言葉はちょっとね、汚いかもしれないけど、うん、お客さんや患者さんを通して自分の腕を磨かせていただいてるっていう感じでやってるかな。うん、でもそのうちにやっぱり人の体だから、うん、この人前と違うとか、うん、同じ人でもね、うん、違うっていうのが分かってきたり、うん、機嫌一つでね、体の調子が変わっちゃったりもするから。機嫌で、うん、機嫌悪い時って本当に緊張取れないのよ。あ、そうなんだ。うん、体の緊張がすごく強い。だからそういう時はもちろん首肩が辛い人で緊張感が強い人なんかは首肩、うん、要はね、筋肉の細いところをどんどんアプローチしていっちゃうと、うん、頭痛ひどくなっちゃったりね、する人もいるので、そういったところの時は、ね、リラックスさせる意味も込めて、うん、足の方を少しマッサージして循環を下にね、どんどん促してあげて、うん、なんていうのかな、頭の上に上った血を下に流してあげるみたいなね。あ、なるほどね。そう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 、そういう感じでやってる。定期的に入ってる人とかも、うん、その時によってじゃあやっぱアプローチを変えてるっていう。アプローチ変えてますね、うん、メニューは変わらなかったとしても、うんうん、最初のアプローチが違ったりします。うん、奥深いですね。ああ、みんなそうでしょ。まあね、やっぱり表面に出てこない気遣いっていうんですかね、うん、そういうケアっていうのはやっぱり感じ取れる人、ベテランになればなるほどかな。あとは誇りを持ってやってる人だったり好きな人だったりっていうのもあるかもしれないけど、うんうんうん、そういう人はやっぱり、なんていうんだろうね、分かってくるんじゃないですかね。なるほどね。なんか例えば訪問看護だったら、うん、まあ、その利用者さんによってやることはね、もちろんケアプランとかもあるし違うけれども、うん、まあ、大体声かけてバイタル体温とか測って、うん、でそこからじゃ あ, あの、まあ、処置をするなり、じゃ薬の管理だったら薬のセットするなりとか、うん、でやることは決まってるけど、その日の第一声の表情とかでそのやる順番とかを変えたりとかは確かにしますもんね。そうですよね、うん、だからね、そうね、そういうところでまあ、体も心もつなぐ一緒っていうことですよね、うん、アプローチを変えていくっていうのは。
かね。リラクゼーションってよくね、マッサージの資格を持ってない人がこういうほぐしの技術を使ってやってるお店いっぱいあるけど、僕技術だけで言ったら上手い人たくさんいると思うんですよね。だからそこに例えば僕らの違いってなんだろうと思った時に、まあ、そこに解剖学的な裏付けがあったりとかするのと一緒に、やっぱり国家資格保持者として恥ずかしくない患者さんやお客さんへの対応っていうのはもう絶対誰にでも、誰にも負けないみたいに思ってますね、私は。気持ちよくさせられればそれでいいでは終わらないじゃない、うん、看護婦さんっていうか看護師さん、うん、もうね、バイタル測って、うん、点滴の針交換したらもうそれで終わりだら誰でもできるもんね。そこでやっぱり学んできた 3年間とか4年間がやっぱり生きてくるっていうのはその次かなぁなんて思うよね、うん、さっきネギさんが言ったみたいに、うん、看護師に国家資格さえ取っちゃえば、うん、看護師にはなれるんですだけど、うん、その人の持つ看護官だったりとかその思いの違いで、うん、やっぱり違いますもんね。そうなんですよ。同じ資格でも人が変わればやっぱりね変わる、うん、好きを仕事にできる人はごく一部だって言うんだけど、はいはいはい、昔はねやっぱり好きを仕事にするって素晴らしいことだからみんなね好きなことを見つけて仕事にできるといいねって、うん、みんな昔はね言ってたんですよ、うん、で少なくとも僕もこれを好きだから仕事にしてる部類なんだけど、うんうん、最近好きなことを仕事にするって相当難しくない？だってさ好きなことが何なのか分かんない人がさいっぱいいるのに。あ、そうね、うん、だから仕事を好きになりましょうって言い始めてあ、うん、楽しみを自分でもう見つけましょうみたいに。あ、ね、うん、それが技術を楽しむとか人に接することを楽しむじゃなくても、うん、極端な話、うん、この仕事は嫌いじゃないからじゃあ僕この仕事でめちゃくちゃ稼いでやろう、でも、うん、稼ぐを好きにすれば変な話ね、うん、いいんじゃないみたいな。それにマッサージだろうが看護師だろうが、うん、うん、だって腕上げなきゃお金取れないし、うんうん、その人の気持ち分かんなかったら離れていってしまうし、うん、結局やっぱり続けていくってそういうことなのかなとかね、うん、思ったりもするかな。なんか私はもうなんだろう、やってみたらすごく好きだったっていうところいいね。逆に、うん、なんか昔からなりたかったけど、うん、今一度社会人やって、うん、でまあなんだろう、もう看護師資格を取ってやらないと生活が子供育てながらできないぞっていう時に看護学校っていう選択をしたから、うん、まあ、昔なりたかったっていうのがあったからできたんだけど、うん、もう実際なんかテレビの何ドラマ、テレビドラマのナースとはまた全然違うんですよ。そうね、そうだけどやってみたら私もうこれ以外の仕事したくないっていうぐらい、うん、やっぱりすごい好きって思うから、うん、好きなものを仕事にするのか、やってみたら好きだったか。ああ、なるほど、うん、いいね、その言葉。やってみたら好きだったってバレたもんね。あ、全然あると思います、うんうん、やっぱ看護師資格持っててももう二度とやりたくないっていう人もね、いるし。いますね。だから、なんかやってみたら好きだったってね、うん、やってみたら好きだった全然ありだね。だって、本当に嫌な仕事だったら多分できない。できないね。まあどんな仕事もだけど、まああとね、心病んじゃったりとかね。あるね。だからね、好きすぎて病んでしまう人もいるけど、うん、やっぱ一に帰れるといいよね、うん。始めた頃の時とかね、うんうんうん、それを忘れないとかね、うん、すごくいいと思いますよ、それはね。ね、揉み方ってうまいから大丈夫じゃないから、うん、本当手の相性っていうのかな。うん、それはねもうあります、はい、いくら頑張ってもね本当ダメな時はダメ、本当ダメ、はいはいはい、うん、もう経験も長いしあれなんですかね。あとはやっぱこの人の体にはどういう揉み方がいいかとか、はいはいはい、まあ、究極言うとね指の形からもう合わない人は合わないから、あ、うん、でも諦めたくないからね僕もね、なるべくいいアプローチをしていきたいんだけど。指の形があるんですか？あります。あと指の曲がり方とかで、へー、うん、すごく柔らかい
指の人は当たりはいいけど強く押され押せないとかね、その代わりすごく指の曲がらない人はすごく深くまでアプローチできるけどやっぱり痛さを伴うとかね、なるほどね、うん、そういうのはあります。イメージとして、うん、結構なんだろう、高校とか大学とか卒業してそのままこう、うん、マッサージの学校、うん、っていうよりもなんか社会人経験してから行ってる人が多そうなイメージがあるんです。ああ、学校の年齢はやっぱ高いです。ああ、うん、僕が入った時も、はい、一番上の方なんかは、うん、一流企業を定年退職して、うん、国試受けにうちの学校入ってきたりとか、そういう人もいましたね。もう一流の大学、超一流大学、超一流企業で役員までしてて、なんでみたいな。なんでですかね。実際にやっぱり、まあ、体に触れたいっていうのと触れてやっぱ人を楽にさせたいっていうのがあったりとか、その人は本当にお父さんみたいな人だったからね。体をマッサージしてもらうってももちろん気持ちはいいんだけど、うん、心の癒し的な、そういう側面も持ってる人だったので、お話聞いてみたいな、マッサージのついでにっていう感じの施術の仕方をしてましたね。なんか体に触る仕事って、はい、風邪とかがよく言ったんだけど、うん、変な気をもらってしまう、うん、ありますね。ありますね。そう、うん、いなし方じゃないけどどうしても受けちゃうから、うん、それを払いのけるための手段だったりとかはみんな個人個人持ってる人がいるね。へー、うん、なんか目に見えないものじゃないですか、それのって。そうね、エネルギーの問題だから。はい、全員が全員そういう風にもらうとかないかもしれないけど、うん、大半の人はやっぱりこうマイナスエネルギーの強い人とか触ったとか、うん、なんか別にこの人自身は分かるんだけど、この人の施術すると必ずもうどんよりしちゃうとか、うん、あるって。ある。僕はね、もう手がね、ビリビリしちゃうんですよ。これね、言われても分か、言っても分かんないかもしれないけど、もうやってる途中にね、もう手ビリ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 してて、うわ、この人どうしたんだろうみたいな感じ。体の張り感がひどくて病んでる人の手のビリビリ感と、うん、その内面から出てる負の気みたいなをもらう手のビリビリ感っていうのがちょっと口では言い表せないんだけど違うんですよ。そうだから、なんかもうやりながら手こうやって振って通ってたりとか、揉んでたりとかいうのはたまにあります。そういう時、まあ、そういうビリビリの時はそうにやるけど、うん、そうじゃない時とかは何か根岸さんの、なんだろう、その払いのけ方とかってあるんですか？いなし方は僕は木を触る、大きな木触る。あ本当に自分を抜いてくれる、中から抜いてくれるのは大きな木。あ、うん、吸い取ってくれるっていうか、吸い取ってくれるような感じ。あとはね、吸い取ってくれるっていうか包み込んでくれるっていうイメージのが強いかな。大丈夫だよって言ってくれてるような感じがする。うん、あともう体的に病んじゃった時はね、人にもう施術してもらうとかいうのはあるけども、うんうんうん、でも中のもの、溜まったものは抜いてくれるのは僕は木、はい、木を触るのがもう一番、はいはい、自分の中ではね、はい、うん、自然のエネルギーで、そう、自然のエネルギーで抜くというかな、浄化してもらうというのかな、うんうん、でも触ってみないと分かるでしょ、その人を。そうね、今はそうかな、触ってみないと分かんないかな。私大丈夫ですか？大丈夫ですよ。清らかなはずなんですよ。特に何も触ってないはず。さっきから、ね、活性ってどういうことですか？ん？体の活性が悪い、活性ってどういうこと？例えば、なんだろうね、よくいるのがこれ、うん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 、こういうとこってしっかり伸ばしてないから硬いですよ、はいはい、要は張り感じゃなくて凝り感が、そういうところって少しこうやって意識してほぐして酸素を上げないと伸びなくなるのね、筋肉が。10伸びるはずが7とか6とかしか伸びなくなっちゃうわけ。そうすると使い勝手が悪いじゃん、パフォーマンスが悪いじゃん。だからそれの手助けを少ししてあげるために少しこうやって入れてあげたり、少しね、強制的に活性させるというか。活
生っていうのはこの生きるっていう字に生育の生の活性、そう、三髄の下にの活性。へえ、私筋肉全然なくないですか。なことないよ。本当ですか。うん、立つ、歩く、食べるために必要な筋肉がないとね、大変。運動してるね、パフォーマンスをする人はやっぱそれ専用の筋肉っていうのがあるから、また体温もちょっと違ってくるけど、一般に生活してくる人は、スポーツマッサージみたいな、そういうのもやるんですか。昔はやってました。なんか知らないけど、だんだんとね、そういう人が増えてきて、ちょこっとやってた時期もあったんですけど、最近はないですね。高齢者が多い。今はほとんど高齢者と、やっぱり麻痺とか関節拘縮がある人がほとんど。自費に関してはね、本当にイレギュラーなので。あ、じゃあ普通に、なんだろう、元気な人とか。だから結局自費だから若い人でもいいわけですもんね。もちろんどなたでも OK。 例えばね、サッカーやってるとか、でいつも怪我してるとか、いつもこっちの足が痛くなっちゃうとかね、そう、それってでもなんか体のバランス悪いんじゃねみたいな、そういうところからマッサージとストレッチ入れて体のバランス整えたりとかね、そういうのももちろんある。うん、そっかそっか。でも今自費の人って、でもやっぱりある程度年齢いってる方が多い。今9割以上ね、医療マッサージなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。なので実質自費が毎週コンスタントにいるっていうのはほとんどないですね。お願いしたいんですけど。え？喜んで。メンテナンスはね、めっちゃしたいっていつも思ってて。あとやっぱり日々のメンテナンスって症状が出てからやるってやっぱり遅いんですよね。症状が出るっていうことはこの人分かんない、要は負担がかかってても分かんないから痛みとなって出てくるので、要は病気のね急変と同じで痛みもそうだから、もう前もって前々からずっとねメンテナンスしてれば悪くなりすぎることはやっぱ少ないんですよね。大事なんだけど、やっぱり自分の体にお金をかけるっていう観念がまだまだ少ないかな。みんな、なんか今のその急変って、あのほら私たちの大好きな漫画先生は、急変っていう言葉は使わない、怒られますよ。っていう、急に見えるけど急じゃないんだよ。ちょっとずつちょっとずつ、知らないだけで。老化というかね、進んでると筋肉、何か体の、突発的な本当に事故とかあれだけど、例えばこう腰痛とかも急に本当にひっくり腰とかって言っても、本当にちょっとずつちょっとずつ筋肉の使い方だったりとか負担がかかってたりとか、筋肉の動きが悪いとか、そういうのって少しずつの積み重ねが来てたところの衝撃によってぎっくり腰とかってことでしょ。そういうことです。急性腰痛も、いわゆるぎっくり腰ね、ぎっくり腰も普段例えばここからここまで前屈するのにこのぐらいの筋肉の幅で使われるんですよ。それがいつもいつも足ばっか使ってて、ここがうまく使えない、1か2しか使えないってなったら、同じ重さをここからこの幅で使わなきゃいけなくなってくるわけ。そしたら負担大きいじゃないですか。そういう時にやっぱ出るんですよ。だから普段ここからこことかね、張り感が多い人はメンテナンスしてればぎっくり腰になるリスクっていうのはかなり低くなると思います。やっぱりね、日頃からメンテナンスを入れておくっていうのは大事。大事ですね。大事。自分でセルフメンテナンスみたいにストレッチももちろんやりながら、足りない部分を多動的に受けて、まあ触られないと分かんないみたいなところもあるからね。だからそういうのはやっぱ受けないと分かんないですよ。分かんない。プロの人って絶対こうついてるじゃないですか。メンテナンスする人が。はい。だから、やっぱ、それってみんなつけた方がいいんじゃないのと。プロの人のメンテナンスの仕方はすごいですよね。僕一回、その、なんていうの、極真空手。極真空手の、
日本ランカーの人を見てたことがあるんですけど、その人の僕ん家に来る理由は、何日に試合があります、だから何日間そこの試合に向けてベストな状態を作りたいので、今は体全体ほぐしてゼロから作る時期なんで、全部ほぐしてくださいっていう感じで来るんですよ。そう、疲れを取ってくださいじゃなくて、全部ほぐしちゃってくださいっつって、じゃあほぐして、でもうマックストレーニングして、残り7日だっけな8日だっけな、そのぐらいでもう一回来るの、でパンプアップしてパンパンで来るんですよ。そうで、こっから休養なんでって、で8日とか7日後試合だから、その時までに少しずつ運動していい状態作りたいから、今の張り感だけ取ってとかね。すごそう、だからそうやってプロの人はうまく使ってるかな。野球の人なんかもいわゆる使われる筋肉ってさ、極度に決まってきて、全身なんですけど特に過度に使われる部分ってあるわけですよ。そこをガンガンほぐして酸素入れて、もちろんアミノ酸だったりそういうサプリメント的なものももちろん摂取して、いかに中4日5日で自分がマウンドに立てるような体を作るためのフォローをができるかっていうことになるんだよね。プロの人は酷使してます。そうですよね。はい、でも全然気にならないですからね、使う量がね。アスリートはすごいですよ。氷水の風呂に入るの分かるぐらい。あ、そうなんだ。そうですね。だって生身の人間がぶつかって怪我しないぐらいのトレーニングをね、体作りをするわけだから、そりゃすごいですよ。はい。日本の企業さんじゃないんだけど、僕東京で仕事をしてた時に、外資系の企業さんのところにマッサージに行くことが結構実はあって、それはもう会社命令なの。会社に行くんですか？会社に行くの。会社に行って何時から何時までこの部屋使ってくださいって言われて、予約取りますって言って、会社の方から 1日のうちで最低何時間とか、1週間のうちで最低何時間は体にいいことをしてくださいっていう命令なの。でその中でヨガだったりエアロビだったりっていうのがある中、マッサージっていうのがあった。そこはめっちゃいいですね。行くともうマッサージルームができてる。ベッドもあって、で僕が行ってるのは時間が決まってるので、で予約ももう完全に埋まった状態で行くから、もう次から次へと患者さんというかね、一般の人がで、どこが辛いです、どこが辛いですって言って、もう本当時間の許す限りしかできないから、もうそこでほぐすんですけど、そうやってやっぱり会社でもそういう取り組みもね結構実はありますよ。会社がもちろん福利厚生で、でもなんかうちもそれやりたいな。いいと思いません？横向きです。右でも左でも向きやすい方から横向き。なんか、いいですよね、福利厚生で、あったらみんな喜ぶだろうな。みんな訪問出てるから、足開いたら結局私が受けて終わり。難しい部分もありますよね。うん、あとはでも時間で決めるんじゃなくて、これまあ例えばですけどね、マッサージ券みたいな発行してる人たち、チケットね、チケットだ、そのチケットを福利厚生で渡してあげるとか、そう、ここだったら福利厚生じゃないけどね、会社でいいからチケット持ってってとかね、そういう風なやり方もできるかな。めっちゃいいじゃないですかそれ。確かに、なんか来てもらってで枠取ってだと毎回同じ人になっちゃうっていう恐れもあるしね。そうで、行けないんであればチケットを使いたくてって予約して来てもらえればその人はできるし、スタッフの体を守らないと、それもやっぱり経営者の仕事だなと思ってて、体が資本みたいなところもありますもんね。体が丈夫じゃないと仕事が成り立たないから、おい、お疲れ様でした。ありがとうございました。終わりました。気持ちよかったです。だいぶ当てましたよ。軽い。